ル・モニトゥール・ユニベルセルは、フランスで発行されていた新聞。1789年11月24日に、パリでシャルル・ジョゼフ・パンクークによって、ガゼット・ナシオナル・オル・モニトゥール・ユニベルセルというタイトルで、創刊され、1868年12月31日に、休刊した。この新聞は、フランス革命期の主要誌であるとともに、革命政府のガゼットでもあり、 特にナポレオン政権下では、プロパガンダ出版物としての役割を担った。フランス革命機のルモニトゥルは、フランスとヨーロッパ、そしてアメリカでも多くの発行部数を有していた。第一回国民議会で行われた討論への関心の高さから、ユーグ・ベルナール・マレは、アシンブレー・ブレティンで得るアシンブレーに、議事即記録を掲載することを提案した。メルキュールド・フランスのオーナーであり、 1785年に百科全書を出版したパンクークが彼を説得して、これをより大きな機関紙であるガゼットナショナルに統合させたことからガゼットナショナルオールモニトゥール・ユニベルセルが創刊された。ブルメールのクーデターでナポレオン・ボナパルトが権力を掌握した直後の1799年12月2日、ルモニトゥールが政府公式の新聞として発行されるようになった。 ナポレオンは、責任者であるマレド・ジャンジャック・レジド・カンバセレスを介して、その内容を管理していた。ナポレオンの厳格な報道統制により、同紙に掲載していた、議会報告は、大陸軍の広報やイギリスに対する、極論的な記事に置き換えられていった。1811年1月1日、ル・モニトゥール・ユニベルセルに解消し、新聞名から、ガゼットナシオナルの文言が削られた。 この新聞からは政治的な記事も少なくなり文学、科学、芸術に関する記事がコラムのかなりの部分を占めるようになりました。1815年にナポレオンのエルバ島から復帰すると同志は3月20日に公式機関士としての地位を得てルイ18世の亡命と皇帝ナポレオンのチュイルリー宮殿入りを報じた。1830年に起きた7月革命の直後に 暫定政府が真っ先に行ったことは、ル・モニトゥールの支配権掌握であり、ルイ・フィリップ政府は、ル・モニトールを、省庁の管理下に置くことになった。1868年12月31日に、ル・モニトゥールは休館となり、フランス帝国の機関主としての役割は、フランス共和国官報に引き継がれた。デビット・アイカルス・チン、ザ・アイディアズ・オブ・チャールズ、ヨーゼフ・パン・カウック。 パブリッシャーオブザモニトゥールユニーバーサルオンザフレンチレボリューションフレンチヒストリカルスタディーズ4サンピアニッシも304から19ジェイスター285,905ありがとうございます